体にはですね、外実リズム、サーカディアンリズムというものがあって、その人に一番合ったリズムというものがあるんですね。ただそれは変化できます。大決算セールのお知らせです。美味しい、安い、溶けやすいにこだわったバルクフホエープロテイン、日頃の感謝の気持ちを込めまして3月31日まで 33% オフの1キロ当たり1980円の特別価格でご提供いたします。通常では絶対購入できないような価格となっておりますので、皆様ぜひこの機会にバルクスホエープロテインをお試しください。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はトレーニングをする時間帯についてお話したいと思います。まずトレーニング、そしてあと食事とか睡眠もそうなんですけれども、大事なのはできるだけ決まった時間、毎日決まった時間にやるということがポイントになってきます。体にはですね、外実リズム、サーカディアンリズムというものがあって、その人に一番合ったリズムというものがあるんですね。ただそれは変化できます。ある程度、例えばずっと夜勤の人なんかだったら、それに合ったサーカディアンリズムになってくるので、続いていれば問題ないんですけれども、例えば今日は夜勤、その次の日はもう朝から出勤みたいな感じになってしまいますと、とてもサーカディアンリズムが崩れてしまって体調が悪くなってしまう。よく知られているのはキャビンアテンダントさんですね。かなり時差が多いです。国際線のキャビンアテンダントさんは実は病気になる方がとても多いということが言われてるんですけれども、これは飛行機の、放射線ですね、当たることもありますし、時差の変化によりますサーカディアンリズムの崩れといったものもあると言われてます。ですのでトレーニングする時間帯、食事の時間帯、睡眠の時間帯、それはできるだけ毎日固定させておくということが大事です。そして固定できた場合、朝と夜どちらにやるかなんですけれども、ウェイトトレーニングの場合は夜やった方が効果は高いです。これはいくつかの研究で証明されているんですけれども、理由は実はよく分かってません。分かってないんですけれども、研究者の推論によりますと、ある程度朝から朝昼食べてグリコーゲンがたまってエネルギーが満ちたところで夕方にトレーニングする、その方がいいと。朝とかだとまだあんまりエネルギーが満たされていない、その状態でやるのは良くないのではないかというようなことが言われています。では有酸素運動はどうかなんですけれども、有酸素運動、多くの方はですね、心肺機能を高めるというよりはダイエットのため、体脂肪を減らすためにやる方が多いと思うんですが、その場合は早い時間帯にやった方がいいです。早い時間帯に有酸素運動をやって代謝を高めておく、体を脂肪燃焼モードにしておく、それが大事なんですね。ですので夜やってもその後寝るだけですから、あんまり脂肪燃焼モードになっても脂肪が燃えてくれない。でも朝有酸素運動をやりますと、その後いろいろ仕事とか、なんだかんだで結構消費カロリーが増えていきます。有酸素運動をやっていくことによって、その後の消費カロリーを増やすことができるということになるわけです。ですのでもし1日のうち2回運動するんでしたら、朝有酸素、夜ウェイトトレーニングというようにやりますと効率を良くしていくことができます。それでは Q&A の方に移りましょう。1日のトレーニング時間は45分程度でもいいのでしょうかということですが、これ実はもっと短くていいです。例えばですね、体脂肪を燃やしたい場合、一つの全身サーキットを2周する。全身は大体7種目ぐらいやって、その7種目を連続でやっていって、それを2周、15分ぐらいの運動。それで体脂肪が燃えた、消費カロリーが増えた、というような研究があります。ですので、体脂肪を燃やすということでしたら、本当に短い時間、本当に15分ぐらいのウェイトトレーニングでも効果があります、ということです。そして筋肉をじゃあ増やすためにはどうか、ということなんですけれども、筋肉を増やす場合にも短い時間の方が実は有効です。あまり長くなってしまいますと、テストステロンですとかコルチゾールとか、そうしたホルモンの関係でですね、逆に効果が落ちてしまいます。トレーニング時間を短くすることによって、逆にそうしたホルモンレベルを筋肉発達の方に、有利な方に傾けることができるというわけです。で、短い時間で十分刺激できるのかということなんですが、これは十分刺激できます。皆さんですね、竹田子さんの動画、皆さん、見ていただいていると思いますけれども、本当に10分もしない間にもうパンパンになってますから、極端なことを言えば10分でも実は一つの部位十分鍛えることができるということですね。ですのでもし45分だったら全身3つぐらいの部位は
しっかり鍛えることができるということです。これがですね、例えば2時間3時間ダラダラやるというのは意味がない。例えばマラソンとかだと2時間ちょっとしますけれども、それは2時間ずっと走っていられるのはマラソンのような強度だからなんですね。でも例えば 100m スプリントを2時間続けることってできないです。ウェイトトレーニングもそれと同じ話で、スプリントは続けるようなものですので、長い時間ではなく短い時間で集中的に行うということが大事になってきます。今回はトレーニングの時間帯、そしてトレーニングの時間についてお話ししました。面白かった、興味を持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。